こんにちは、宮沢優衣です。学校の先生方に教壇に立つ喜びに触れていただきたい、そのために学級満足度毎年9割超えの学級経営と1日1本 YouTube で配信しております。今日のテーマなんですけれども、子供にやらせなきゃ担任が損すること5選、このテーマでねやっていきたいと思います。担任の先生って責任感強いじゃないですか。だから俺がやらなきゃ、私がやらなきゃってね思い込んでしまってる。この気概自体は素晴らしいですよね。素晴らしいと思うんだけれども、でも逆にですね、むしろその仕事担任が抱えてるんじゃなくて、子供に渡しちゃった方が子供伸びますよ、担任の手空きますよ、その分多くを見渡すことができて、学級のいろんな問題を早期にこう目の段階で積むことができますよっていうことがあったりする。案外こういうことが多かったりするんですよね。でも僕自身若かりし頃はですね、そのこと気づかなくて、自分が頑張ることがいいことだと思い込んでた。そうじゃないですね。学校というのは他人が頑張ることじゃなくて、子どもの成長を促すことが一番の大命題、目的なので、ここのマインドチェンジを図っていきましょうということでございます。今日この動画最後までご視聴いただければですね、他人が頑張ってやっちゃってるっていうところをちょっと意識を改革してですね、子どもの成長を促すために子どもにやらせてあげましょう。そうすることで子どもも他人もお得になっていきます。成長を促されていきます。こんなものが手に入ると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ本題の方行きましょう。今日はね5つ紹介してみます。これ全部子どもたちにやらせてあげてほしいことですね。結構担任がやっちゃってること、授業中の〇〇、活動の〇〇、子ども自身でやらせてあげてほしい〇〇、4番時代は子どもにやらせるっていうか、これはむしろ担任がやってねって、ちょっと注意点に近いんだけれども、〇〇の制度チェックは担任のお仕事です。そして5つ目、〇〇の連絡も子どもたちにぜひさせてあげてくださいね。多くの学級がこれ結構担任の先生が独占しがち、やってがちですよっていうね、ことばかりでございます。それでは早速いきましょう。1つ目、ぜひぜひ子どもにやらせてあげてほしいこと、これは授業中の交流ですね。交流っていうのはペア交流とかグループ交流とか全体交流とかいろいろあると思いますけれどもね、担任からしたらやっぱね、めんどくさいんですよ。もう子どもたちに交流させて時間かかるし、交流させたところでいいアイデアが出てこないかもしれないしね。それだったらもうこっちがもうポンって言っちゃって、子どもたちに、はい、こういうもんです、これはこうなんですよって教えちゃった方が早いかな、そっちの方がコスパいいんじゃないかなっていうふうに思うかもしれないんだけれども、そうじゃないですね。確かに、目先の1週間1ヶ月2ヶ月ぐらい見たらその方が早いかもしれないんですけれども、学級経営って長いんで、長丁場なんで、半年1年先を見た時にはですね、子どもたちがきちんと自分の思いや考えを主張できる力を育ててあげた方が、この後出てくる学習とか、この後起きてくる学級の諸問題とかに対応できる子どもたちが育っていくんで、子どもたち育てた方がいいじゃないですか。てか育てるためにやってるんですよね。なので絶対交流した方がいいです。この交流を省いて、その隙間を担任が指示してしまう、つまり担任が取っちゃうことは楽です。一番楽なんだけれども、これ一番実は苦しい。担任が一番もう全部おんぶに抱っこで子どもたちを育てていくことになるので、ぜひぜひ交流の時間を確保してください。登校日数200日間ありますね。200日間で、そうですね、190日間ぐらいはぜひ交流の時間を設けてください。ペア交流だけでもいい、グループ交流だけでもいい、全体交流だけでもいい、何でもいいんだけれども、どの授業でも少しの時間でいいから、ぜひ交流の時間を確保してください。むしろもうそれを授業のルーティンにしていきましょう。びっくりします。もうあんまり指導しなくても子どもたち勝手に伸びていきます。とにかく交流の時間を毎時間ルーティンとして設けるだけで勝手に成長していきます。その証拠、これ見てください。小学1年生の夏の写真でございます。あんま指導してないんですけどね、4月から子どもたちに毎日グループ交流の時間を確保しました。結果、まだ入学して間もない数ヶ月の子どもたちがこんな風に、ちょっと見てください、この司会のね、はい何々さんみたいなね、この男の子の生き生きとした写真、嬉しそうじゃないですか。こんな子どもたちになっていきます。小学1年生でさえなるので、2年生、中学年、高学年、中学生、もっと伸びていけばいくと思いますので、ぜひ信じてやってみてください。続いて2つ目、担任の先生が独占するんじゃなくて、子どもたちにやらせてあげた方がいいこと、それはですね、活動の切り替えです。活動の切り替えを担任がするんじゃなくって、子どもにやらせてあげてください。超伸びますよ。すると例えばどういうことかっていうとですね、1時間目と2時間目の切り替えとかあるじゃないですか。次は算数ですよとか、朝の会から1時間目の切り替え、1時間目始めますよとか、
ね、まあ、朝の会もそうかもしれない。朝の会始めますよとか、休み時間の後に理科室にみんなで行くときに、はい、並びましょうねとか、このいろんな活動の切り替えが学校の中にありますよね。この切り替えの始まり、きっかけをぜひ子どもにやらせてあげてくださいっていうことですね。やっぱり子どもたち遅いです。他人の先生のように頭の回転が速くないし、行動に移すのもちょっと時間がかかるかもしれない。でもそこちょっとこう我慢して待ってください。そうですね、10秒から20秒待ってあげてください。それでも子どもたちが動かなかったらタイマーを持たせてあげてください。タイマーを子どもたちに使えるように使い方を教えてあげてください。するとタイマーをかけたのが子どもだったら、子どもが今度タイマー気にするようになるんですね。タイマーはちっちゃいキッチンタイマーやめてください。大きいタイマーにしてください。大きいタイマーがなかったら買ってもらえるように要求してください。予算を要求してください。もし電子黒板とかスクリーンとか投影できるようなものがあればもう最高、言うことはないですね。ぜひタイマーを使ってみてください。子どもたちに活動の切り替えができるような子どもたちに育てることができれば、付属の時代で担任の先生が教室にいなかったとしても、出張とかお休みとかいなかったとしても、切り替えできる子どもたちになってるんで、自分たちで勝手に活動を進めていけるようになります。活動を切り替えられるようになります。いわゆる自治的集団の芽生えですね。そういった学級になっていくので、その指導するのちょっとめんどくさい、確かに担任の先生が言っちゃう方が楽なんだよ、楽なんだけれども、ぜひですね、この活動の切り替えをできるような子どもたちに導いていってあげてください。本当におすすめでございます。続いて3つ目、子ども自身で〇〇、これは何かっていうとですね、子ども自身で丸付けです。ぜひ丸付けをさせてあげてください。確かに担任の先生がね、丸付けしちゃったのが早いんです。早いんだけれども、子どもに例えば宿題の丸付けとか、あるいは授業で書いたような、授業で使ったような算数プリントの丸付けとか、あるいは漢字ミニテストの丸付けとかも子どもたちにさせちゃって全然問題ありません。漢字のミニテストなんてダメでしょう。子どもたち自分で書いた漢字が合ってるか合ってないかわからないんだから、わからないから間違えてるんでしょ。丸付けは担任がしなきゃダメじゃない。そうじゃないです。こちらをご覧ください。こちらあるね、あと女の子のノートなんですけども、漢字のね、ノートなんだけれども、価格っていう字がね、間違ってしまってますね。間違った漢字をきちんと×自分ですることができています。×したもの、その下、正しい価格って、きちんと直していますよね。これでいいわけです。子供たちに PDCA の C、チェックですね。自分でやったもの、活動、学習をチェックする力をちゃんと伸ばしてあげたいわけですよ。チェックするから次なるアクション、PDCA の A に行くことができるわけですよね。正しいもの、これやりなさいって言われたものを確かにやらせる方が楽かもしれないけれども、ぜひぜひ子どもたちの力を伸ばしてあげるのは、子ども自身で丸付けをさせるっていうことですね。真面目な先生なら真面目な先生ほど、私が丸付けしなきゃいけない。だって答え見るしとか、だって丸付けできないと思うしっていうふうに思うかもしれない。いいです、丸付け間違えちゃってもいいです。答え見るっていうこともあるでしょう。僕も見てたよ、小学生の頃。皆さんも見てたんじゃないですか。でもその経験はやっぱり経て、きちんと PDCA の C、 要するに丸付けですね、この丸付けをできるようになっていくので、この経験をさせないといつまでもできるようにならないんです。なのでぜひぜひ子ども自身で丸付けをできるタイミングをたくさん取ってあげてください。ただし4つ目でございます。その丸付けの精度は担任がチェックするっていうことですね。お前らやっとけよ、放置放任ではないということです。お前らやっとけよって、やった丸付けはちゃんとできてんの、どうなのっていうのをチェックしましょう。ここは担任の先生の仕事なんです。なぜなら子供たちがきちんと丸付けできるように育てるのがお仕事だから。だからお金いただいてるわけですよね。ここはちゃんと目光らせてやっていきましょう。もう一回先ほどの写真ご覧ください。これよく見るとですね、ちょっと下の方に逆転っていう漢字をこの子供が書いてるんですよね。逆転の転っていうのは、転ぶっていう漢字ですよね。ところがこの子供は逆転の転は点数の点書いてしまっている。問題はそこではなくてですね、今回この子供は逆転の点が間違っているのに赤丸をしているっていう、ここが問題なんですよ。で、普段の担任の丸付けだったら逆転の点が間違ってるから赤で
バツするじゃないですか。ところが僕は赤でバツしてませんよね。なんて書いてあるのか、その下見てください。天だよってね、あの一言書いてるじゃないですか。これ丸もバツもしてないわけですよ。そうじゃなくて、あなた字間違ってるよ、そしてそれを丸しちゃってるよ、それが違うんだよっていうのは、実はこの後呼び出してですね、一生懸命宿題頑張ってるね、でもこの字間違ってるんだけれども、丸しちゃってるよあなた、赤丸しちゃってるよ、ちゃんとバツできるように目光らせて見ていこうねっていうような指導の声掛けになるわけですね。今でも覚えてるんだけども、このお話ししたその女の子は、あ、本当だ、間違えちゃった、先生ありがとうございます、教えてくれてっていう感じで、なんかお互いすごくこう爽やかな、あの別にあの悪いことしてないしね、この子供ね、間違っちゃったんだけれども、それをこちらがフィードバックとして教えてあげたっていうことですね。子供自身に丸付けさせてあげたいんだけれども、子供はやっぱり不備があります。いっぱい未熟な部分がありますから、その精度はチェックしてあげましょう。この丸付けの PDCA の C の精度をガンガン高めてあげましょう。この経験をやっぱり1年間してきてる子どもたちとしてきてない子どもたちっていうのは随分変わると思いますからね、ぜひぜひ伸ばしてあげてください。担任の先生もどんどん手がね空いて楽になっていきますよ。楽っていうとちょっと悪い気がするけど、そんなことないですよ。はい、ということでございます。最後5つ目、〇〇の連絡、これも子どもたちにさせてあげましょう。これは何かっていうとですね、係や委員会以外からの連絡という時間を子どもたちにとってあげましょうということですね。これは何なんだって話なんですけれども、これ宮沢のね、学級経の結構こだわりでもあったんですけれども、朝の会とか帰りの会でね、係や委員会からの連絡っていう、そういう時間を設けてるってね、学級結構あると思うんですけれども、僕は朝は係や委員会からの連絡っていう時間を設けていましたが、帰りの会ではそういう時間を設けていませんでした。代わりにですね、帰りの会は係や委員会以外からの連絡っていう時間を必ず設けるようにしていたんですね。一体何の連絡をするのか、これは誰でも、どんな連絡でもしていいという、非常に創造性豊かなクリエイティブな時間になっていました。だから誰が何を言ってもいいんですよ。自由です。どうぞどうぞ、誰でも何でもいいから言ってくださいっていうふうに子どもたちに言うわけですね。するとどうなると思いますか。当然子どもたちはポカーンとして、何をどうしていいのかわからないわけですね。与えられた白紙の自由ほど子どもたちが困ることはないわけです。大人だってそうなんですからね。ここで例示をしていくわけです。こちらでございます。例えばこの学級のね、改善すべきところがあったら伝えていいんだよ。例えば、もっと増やしたい素敵な行動、言動があったら、それみんなでシェアしていいんだよ。例えば、もっと真似したいような素晴らしいことがあったら、それ報告してくれていいんだよ。みんなで拍手を送ろうよ。例えば、なんか面白いアイデア思いついちゃったら、提案していいんだよ。クリスマス会やろうとかさ。ハロウィンパーティーやろうとか、もうすぐ七夕じゃん、七夕パーティーみんなでやりませんかって提案していいんだよとか言うと、子供たちびっくりします。え、その先生提案していいんですか。いいんだよっていうことを言うわけですね。非常にこういうクリエイティブな時間なわけです。そして5つ目、誘っていいんだよ。遊びに誘う。例えば今日放課後いつもの森で待ち合わせしようぜとかね、いいんだよ。なかなかこう遊ぶ待ち合わせってできないじゃん、ね、そういうお話をこうしていいんだよっていうのを子どもたちに伝えてあげるわけですね。やっぱり担任の先生は子どもたちに言われたことを言われたように、まるでロボットのようにきちんと正確無比にやりなさいっていうことを望んでおられる先生って案外少ないんですよね。そうじゃなくて、むしろ豊かな発想で子どもたちが伸び伸びと学級で活動してほしいってどの先生も望んでおられると思いますけれども、その時間を確保してないわけです。クリエイティブさが発揮されるようなアイデアをひねり出す時間、それをクラスの友達とみんなでシェアをする時間って取ってますか？ないですよね。だってカリキュラムでそんな時間あんまないじゃないですか。だから僕はどうしていたかっていうと、帰りの会の時間、ほんの数分ですよ。ほんと2分とか3分ぐらいのもんなんだけれども、この時間を確保してですね、この時間だけは子どもたちが自由に何でも言えるような時間はあるんだ。やっぱ最初難しいです。全然意見出てこないです。意見出てこないんだけれども、できないからやらせないじゃないんですよ。できない。そのクリエイティブさを育てられてない子どもたちだから、できないんだけれども、でもそれをなんとかこう引き上げていくわけですね。その時間をまずは確保しましょうと。
これある意味担任の覚悟ですよね。そういった子どもたちを育てていくんだ、そのために時間を設定するんだっていうことですね。宮沢はそんなようにですね、子どもたちを育てていましたっていうことでございます。実はこれもちょっと写真持ってきたんだけれども、これ5年2組学習予定表で、ちょっと右側にいっぱいいろいろ書いてあるんだけれども、これ何を書いてあるかっていうと、この係や委員会以外からの連絡で実際に発言をした、誰が何を発言していたのかっていうのをメモしていました、宮沢はね。これを例えば個別懇談会の時に保護者の方に伝えたりとかですね、あるいは通知表の教科じゃなくって、生活の様子のところでクラスの問題を解決しようとしていたっていう欄がこの学校の通知表にはあったんですよね。その時に、あ、この子供何月何日こんな発言してたなっていうところで、あ、ちょっとこう材料にしようかな、通知表の材料にしようかなっていうところで使っていたっていうこともあったりしました。でもなかなか難しいですよね。実際こんな発言もコメントもいただきました。2023年4月25日、難易度の高い動画で驚きました。実は別の場所でね、このことをちょっと喋ったんだけれども、難易度の高い動画で驚きました。自身のクラスでも今までやったことがないことだった。正直成功するイメージが湧かないといったところが本音だ。ですよね。不安ですよね。やったことないこと、わからないこと、知らないことっていうのは我々心配になりますよね。でもこの先生、この後こういうふうに言ってます。6月にお試し期間としてやってみようと思った。こんな言葉が、ね、あります。素晴らしいですね。やったことないし不安だし、成功のイメージも湧かない、絶対うまくいかないって分かってるけれども、6月お試し期間として俺はやってみるぜっていう、こういう先生もいるんですね。非常にこうポジティブでね、素晴らしいと思います。ぜひぜひ皆さんもよければね、トライしていただけたらと思いますけれども、はい、ということでございました。いかがだったでしょうか。今日はですね、子どもにやらせなきゃ担任が損すること5選というね、そのテーマでお話をさせていただきました。僕は今日お伝えしたかったのは、この5つ皆さんの学級経営学級でやってくださいっていうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、おそらくこの中でクラスで子どもたちを見た時に、うちのクラスはできないから、だからやめておこうって思ってしまった、担任の先生が諦めてしまったことって多分ね、いくつかあると思うんですよね。ぜひそんなものにトライしていただきたい。この5つの中にあればですね、トライしていただいても構いませんし、ここには書いてないけれども、この4月5月の段階でちょっとあれ本当はやらせたいんだけどな、でもなって思ってしまったことがいくつかあると思うんです。そういったものをぜひね、トライしてみてください。諦めないでください。キーワードはできないからやらせないんじゃない、できないからやらせるんだ。こういったねマインドでぜひ子どもたちを育てていきましょう。楽しいと思います。ちょっと怖いんですけれどもね。ということでございました。いかがだったでしょうか。今日の動画がですね、面白かったよ、役に立ったな、ちょっと、あれなんかやってみようかなっていうふうに、こう何かアイディアのきっかけになったことがあればですね、よければいいねとかコメントしていただけると、すごく僕も励みになりますんで、ぜひリアクションしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あれやってみようって実際に思えることをコメントに書いていただいたらですね、これ以上嬉しいことはありませんから、ぜひ宣言してみてください。宣言の力って大きいですからね。また皆さんの大切な同僚の先生にこの動画シェアしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。このように学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、チャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。研究所メンバーシップというものを行っております。今日も紹介した交流のお話ですね、こんな感じ、ナンバー216、グループ交流の極意ということで、やりたい、確かにやりたいんだけれども、まずやり方がわからないんだっていう先生も多いと思うんですよね。そんな先生のために非常にこう分かりやすく簡単に説明させていただいておりますので、ぜひぜひ気になった方こちらもご視聴ください。研究所メンバーシップゴールド会にご登録いただけると今すぐご視聴することができます。お待ちしております。それでは今日も最後までね、すいません、もう20分近く喋っちゃってますけれどもね、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの教員人生、そして学級経営を心から応援しております。それではまた明日、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。Send